おはようございます。おはようございます。来ましたね。来たよ。今日はどこに？今日はね、なんと茨城県のひたちなかにある、はい、僕の大好きなサザコーヒー、はい、本店の方になんと来ました。見えますか？まだまだ。こちらも。なんか有名ですよね、サザコーヒーって。そうなんですよね。でも、まあ、茨城県を多分中心にお店が展開されていて、はい、まあ、都内ではあんまりないんですよ。うん、僕東京のも行ったことあるんですけど、はい、そうちょっとね今日は休日ということでちょっとくまちゃん拉致して、はいはい、わざわざ来ました。はい、あのねちょっとゆっくりしようよ、はい、せっかくなんでくまちゃんにも飲んでほしいし、はい、ということで、はい、行きたいと思います。実は今ね朝ってもう昼か11時なんだけど、今日はね、僕のというか残波の番組でもね一緒にお仕事させていただいているくまちゃんが朝運転してくれて、朝8時頃に東京出発して、はい、無事に着きました。でここねサザコーヒー本店は、まあ、駅でいうと勝田駅の近くにあるんだけど、実は僕も3回ぐらい来てるんですけど、今日久しぶりだよね。多分3年ぶりぐらい。あ、そうなんです。結構前ですね。いや今日久しぶりに来て、ちょっとね、ここのコーヒーが恋しくなりました。でも、あれでしょ、初めてでしょ。僕は初めてですね。でもさ、このカフェの環境良くない？いや、めっちゃ自然に溢れてて、なんか広くて。そう。あんま東京じゃないっすよね、こういうの。そうだね。本当はね、こうテラスが良かったんだけど、うんうんうん、今日ちょっと雨が降ってる。中にしました。ちなみにあの前初めて来た時、はい、これね動画撮ってる。あ、撮ってるって言ってもあのテラスで自分コーヒー飲んでるシーンとか、はい、だからそれはじゃあ概要欄に貼っておきます。一応見ていただいて、吉見さんの成長を。何の成長だよ。でもね、3年も経ってるから。はい、いや結構多分変わってると思います。変わってるよね、多分見た目から変わってるよね、おそらく。いやちょっと楽しみだな。去年さやったさソロイベント、はい、くまちゃんもカメラで入ってくれてた、はい、番組 でそのジャストチリンっていうソロイベントの実は提供したコーヒーの豆もどうしてもサザコーヒーが良くて、うん、そこの豆を2つ買ったんですよ。ホットとアイス用の、はい、それぐらい好きなんですよね。聖地じゃないですか。聖地だ。聖地ですよ。そうだ。いつも多分このスペシャルブレンドと贅沢ブレンド、これ多分去年それこそ自分のお店で出す時に使った豆どっちかだと思う。そうじゃないやつにしたいね、あえて。結構いいやつ使ってたんすね。使ってたよね。僕なんかさ、せっかくだからなんか自分の誕生日っていうのもあったからイベントなんか逆にあこれは僕が飲んでほしいもの、僕の好きなものを提供しよう、はい、本来だったらさ、はい、こう皆さんが何が好きかな、それこそホットコーヒーなんて夏に出さなくてもいいかなと思ったんだけど、俺ホットが好きだから、はい、年中ホットコーヒー飲んでる。逆にこの誕生日だからこそわがままを言って僕の好きなものを良かったなっていうスタイルに行った。これ興味あるよ。これなんて読むんですか。ゴブラって読む。ゴブラですかね。ゴブラコーヒー、なんだろう。岡倉天心コーヒーかっこ。ちょっとこれさそそられたんだけど、くまちゃんどうする。僕はあ、じゃあ本日のやつにしてみましょうかね。いい。ちょっとお腹も空きましたね、うん、そう、ここはねパンのセットとかもあるんで、前回食べたんですけどクロワッサン、ちょっとお腹空いたよね。はい、僕ら朝からちょっと意識高くサラダチキンやってたんで本水とサラダチキン。何を目指してるの。ホットパンソーセージ、はい、俺ちょっとこれ食べる。はい、くまちゃんはなんか食べる。僕はじゃあ見たいって。これパンと、こっちのパンもあるけど、こっちいいっすね。パンセット俺は頼む。あ、はい、すいません、このホットパンソーセージを一つ。ホットパンソーセージもお願いします。はい、ポークシチューをお願いします。それとくまちゃん何だっけ。
パンセットで、パンセット明太パンとアンパンで、明太パンとアンパンですね。これアンパンってもう一個単品で頼めたりします。あ、単品ご用意できます。じゃあお願いします。はい、かしこまりました。はい、じゃああとコーヒーを頼みたいんですけど、はい、これってゴウラコーヒーって言うんですか。いや、イズラコーヒー。イズラ、イズラって読むの。イズラって読むんですか。じゃあこのイズラコーヒーを。はい、ありがとうございます。イズラコーヒー。イズラコーヒーです。コーヒー、昔風に。なるほどね。あ、昔風なんですね。はい、今日させていただいてます。ありがとうございます。これイズラらしいです。イズラ、うんうん、ゴウラって言ってたから。よく見るとコーヒーって書いてある。そうなんですよね。なんか昔の呼び方も、うん、コーヒー勉強になります。勉強になった。なんかお店の中もさ、結構広くていろんなブースがあって、ギャラリーとか。そうですね。そのお土産用にさ、カップとかもさ、豆はもちろんだけど、ちょっと普通のね、あのみんながイメージしてる喫茶店とかカフェとも違う、はい、ここに来るためだけに来たいと思って前も来たから、うん、なんかいいな。ゆっくり入れますね。そうだね。しかもちょうどね、昨日一昨日とザッパもライブだったし、うん、それが終わってちょっと一息。そう、しかも昨日があの新曲オットと初披露だったから、はい、ちょっとホッとしたね、うんうん、なんかでもすごいいい雰囲気でしたね、うん、昨日も。そうで、くまちゃんもね、昨日、まあ、撮影入ったりとかしてたから、はい、やっぱなんかさ、こういったさ、カフェ来るとさ、またカフェやりたいなっていう、うん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 、あれちょうど1年前7月だから。誕生日ですもんね。今年でもやりたいな、1回は、うんうんうん、どっかで、うんうん、で、なんかさ、前回さ、誕生日だから夏にやったのもあるけど、はい、まあ、今回夏ツアーっていうのもあるから、まあ俺ホットコーヒー好きって言ったじゃん、はい、ホットコーヒーが美味しい時期にやるのもいいかな、うん、冬とかさ。確かに確かに、確かにいいよね。いいっすね。楽しいよね。あ、はい、ありがとうございます。食事のコーヒー、はい、こちらがイズラコーヒーです。はい、ありがとうございます。これが何裏だっけ。あ、読み方忘れちゃったんだ。イズラです。イズラコーヒー。イズラコーヒー。イズラコーヒー。意外と香りだと浅めな。いただきます。最高だね。美味しいですか。なんかね、染み渡ってるわ今。あ、まあ、なんかその状況もあるんだと思うんだけど、はい、ここに来て、ここまで来て、で昨日もライブもあって、で今日ね、あの朝コーヒー飲まずに来たんだ、うん、最近コーヒーを味わうために、はい、コーヒーを断つってことをちゃんとしてる。もうむやみに飲めばいいってもんじゃないよ、はいはいはい、それ飲むために整えたってコンディションをね。そう。この後、あれなんですよ、ツアーグッズが。おまあ、昨日告知されてんだけど、はい、あれですね、ショッピングチャンネルが。あ、そうそうそう、50分後ぐらいに。またあの著名人、変な人たちですね。すげえよ、どっから連れてきたんだよ、あんな有名人。ギャラ大変だろ、変な人たち。あのね、レジェンドばっか集めた。いや、本当ですよね。なんかおかしいだろ。寝坊してる人いたし。寝坊ちだな。おかしいよな。心配だよ、ちゃんと寝てんかな。寝坊してる人いたしな。いたしな。はい、スパッ、ありがとうございます。これ、はい、はい。